エゴイストジャム。エゴイストジャム、太一マンズこと清水太一です。大阪関西を中心に活動しているインディーズアーティストをピックアップしてお届けしているこの番組。さて今回はですね、2年前にエゴイストジャム出演していただいたシンガーソングライターフェイス君のライブを久しぶりに見に行ってきました。インタビュー動画とそれからライブ映像を撮ってきましたのでご覧ください。あの日と同じ匂い、懐かしい改札抜けたら、少しだけ変わってる街並み、自転車をして登る坂道、いつも答えを探してた。明日世界が見せるさ、僕の色。エゴイストジャム。はい、お疲れ様です、フェイス君。お疲れ様でした。どうもフェイスです。お疲れ様です。はい、久しぶりですね。お久しぶりです。ね、今何してんの？今ちょっと台湾の方に住んでまして。え、なんで？まあ、ちょっといろいろあって、おう、はい、諸事情でまあでも日本は結構帰ってきて、おうおうおう、ちょこちょこやったりとか。え、でも今日平日やで。そうですね、おう、全然大丈夫です。え、大丈夫なん？今日は、はい、もう気合い入れてこのライブのために帰ってきた。あ、ライブのために。はい。あ、わかりました。え、今度番組出てよ、エゴイストジャムの動画番組。いいっすか？いや、いいっすよ、出てください、出てください。え、でもそれあれやで、台湾から帰ってこなあかんね。台湾から、はい、もう帰ってきて。交通費ないよ。頑張りますまだね、ライブがある日とか、はいはいはい、ね、そのタイミングで、はい、いや、もうお願いします、お願いします。いいですか？はい。あ、わかりました。もうこれもアップするよ、これを。はい、大丈夫です。じゃあね、機会からは番組でお待ちしてますんで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。エゴイストジャム。ライブ映像とインタビュー動画いかがだったでしょうか。ライブは2年前と比べて非常に力強くなってましたね。そして今台湾にいるということですので、なぜ台湾にいるのかなどいろいろとお話をお伺いできればと思っておりますので、楽しみにしておいてください。さて、この番組エゴイストジャムは皆さんからの情報もお待ちしております。 CD リリースするよというバンドマン、それからアーティストの皆さん、気軽にメッセージをお寄せください。Twitter の DM、 それからメールアドレス直接送っていただいても構いません。あなたからの情報お待ちしております。それではこの辺でお別れです。お相手は太一マンズこと清水太一でした。